There are two wonderful ground sculptures. One is a sculpture called Indian Head Rock in Alberta, Canada. It is exactly the appearance of an Indian. The image on the upper left is this. The other one is Mount. Kona in Australia. This mountain looks exactly like a umbat in Australia. The image on the bottom right is that. Are these natural sculptures created by chance or created by natural effect? However, I, Hiroshi Hayashi, don't think that way. Indian headwork, for example, divides two worlds datum point which I call the East Pole and the West Pole, at an exact 3 to 2 ratio. On the other hand, one line also uh, connects Katatujuta, Uluru, and Mount Kona in Australia to pinpoint the direction of Moria Island in Tahiti. Which is also the datum point on the Pacific Ocean. The distance ratio of Tjuta, Uluru, and Mount Kona is exactly 1 to 3. There are many other facts, but even according to my line theory, these sculptures cannot be considered to be natural sculptures by chance. ここに2つの素晴らしい地上の造形物があります1つはカナダのアルバート州にある通称インディアン・ヘッド・ロックと呼ばれている造形物です インンディアののの姿そのものです。左上の画像がそれですもう一つはオーストラリアにあるコナーザンですこの山はオーストラリアのウンバットと呼ばれる動物にそっくりな形をしています右下の画像がそれですこれらは、 偶然にできた自然の造形物なのでしょうかが私林浩はそのようには考えていません例えばインディアンヘッドロックは私が東極点西極点と呼ぶ世界の基準点を正確に3対2の比率で 分断していますまたオーストラリアのカタトゥジュータウルルマウントコナーをつなぐと太平洋上の基準点となっているタヒチのモーリア島の方向を正確に示していますまたカタトゥジュータウルルマウントコナーの距離の比率は正確に 1> 1対3です。他にもいろいろな事実がありますが私のライン理論によってもこれらの造形物が偶然により自然にできた造形物とは考えられませんこうした事実をこの動画の中で皆さんに説明します ひロシハヤシ、ハメメットセティ、ジャパン。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Indian Head Rock, Idaho, USA. Was it created by nature effect or was it created artificially by aliens? But it's rather surprising to know that little has been mentioned about the mystery of Indian Head Rock so far. or little attention has been paid for it even in the United States.I h i r o s h i a y a s h i claimed that it was created by aliens artificially who could see it from the sky.Here are some reasons why I claim、so. s o エイリアンはこの地球にいました。今もいます。その証拠はあちこちに残っています。どこにでも残っています。 つまりそれに気づくかどうかはあなた次第。方法は簡単です。ほんの少しだけ心を開く。子供の心に変える。おかしいものはおかしいよと声を上げる。それで良いのです。それであなたもその証拠を自分で掴むことができます。今日はアメリカのインディアンヘッドロックを例に挙げ、それを考えてみます。インディアンの頭の形をしているから、インディアンヘッドロックと言います。 このインディアンヘッドロックの特徴は、第一に、岩盤にそれが彫り込んであるということです。硬い岩盤ですよ。それに彫り込んであります。で、そのインディアンの顔にはホクロもあり、喉には喉仏もあります。その下のシャツにはボタンもあります。もっともこれだけでしたら、自然の産物と主張する人がいるかもしれません。たまたまそう見えるだけだ、と。事実、そのように言われています。 古代遺跡としてそれを問題にしている高校学者の先生はどうもいないようです。またそういう視点で見ている研究者もどうもいないようです。が少しだけ視点を変えてみます。私は2012年の秋にこのインディアンヘッドロックを検証しているとき、そのインディアンが向かって右側の左手に杖を持っているのに気づきました。杖です。よく見てください。 このインディアンは杖を持ち体を前に乗り出しています。決まりすぎるほど決まったポーズです。ポーズが決まっています。それに自然です。この杖に気づいた人は私以外にはいません。で、この杖を見てください。長さが700メートル近くもあります。岩盤の上に700メートルです。岩盤ですよ。上から下へ視線を下ろしていくと、 自然の岩盤を貫いて、その杖が掘り込んでいるのがわかります。岩盤の横線と杖の縦線が交わっているところを注意深くご覧ください。杖が岩盤を上から下へ貫いているのがわかります。が、この段階でも懐疑的な人はこう言うでしょう。杖に見えるだけだ。だからといって人工的とは言えない。さらには人間でも作れなくはないと。が、次のような事実はどうでしょうか そのインディアンロックの下には奇妙な横線が走っています。長さがちょうど1000メートル近くもあります。1キロです。一見すると道路のようにも見えますが、道路ではありません。その横線は途中で太くなったり細くなったりしています。それに広いところで幅が十数メートルもあります。詳しくわかりませんが、表面はかなりデコボコのようです。 加えてその橋がどこかの道路につながっているといった様子でもありません。角のところを中深くご覧ください。角が直角に折れ曲がっています。道路、道路ではないという証拠です。が、それでも否定する人は否定します。道路でないという証拠がないと。では、これはどうでしょうか近くの岩山に一本の細い直線が走っています。幅を調べてみましたが、 20センチから50センチくらいだということまでは分かりました。この直線は空から見ると新直線です。が、これについても会議、主義者の人たちはこう言うでしょう。自然にできた線だと。が、さらに、もしこんな事実をしたら、そういう人たちはどう反論するでしょうか。つまりその直線は270.00度、つまり真似しに向かって伸びています。反対側は当然、 90.00、ま、あ東です。正確に90.00度です。場所が場所、つまりインディアンヘッドのそばにあるだけに、こうした事実を重ね合わせて考えてみると、自然の産物だ、偶然だと片付けることはできません。が、さらにさらに、こんな時役に立つのが、林博士のライン理論です。ライン上で、確率的に荒れないことを証明しながら、自然のものではないということを証明していくのが、 林博史のライン理論です。例えば、USA の基準点になっているサーペントマウンドからこのインディアンヘッドへ線をつないでみてください。次にサーペントマウンドからティオティワカンに線をつないでみてください。その間の角度は正確に90.00度です。さらに、西極点からインディアンヘッド、インディアンヘッドから東極点の距離は正確に2対3になっています。 千分の一の単位まで正確に2対3です。またそのインディアンヘッド、インディアンの目線は正確に東極点の方向を向いています。つまり、こうして事実を積み重ねていきます。積み重ねながらそこから理論を引き出します。つまり、インディアンヘッドロックは基準点であるという理論です。私はデータムポイントと呼んでいます。が、この段階ではまだ仮説ということになります。思いつき、 と言われても仕方ないですね。で、今度はその理論を使い、逆に別のところにある謎を解いていきます。つまりそれができれば仮説は仮説でなくなり、理論ということになります。この動画ではインディアンヘッドを例に挙げながら、それがただ単なる岩でないことを説明していきます。が、とても残念なことに、当のアメリカ人は、どうやらただ岩と考えているようですね。インディアンヘッドロックを保護しているところか、 そのヘッドの上で観光開発までしているようです。新しい写真ではかなり、いわゆる顔がですね、崩れているのがわかります。2002年の写真と2012年の写真を比べてみると、それがわかります。どこか大きな重機でですね、掘り込んだような感じすらします。で、もう一つ最後の謎が残ります。先ほど、 つは人工的に掘られたものだと私は言いましたが、大変奇妙なことに、この程度を掘り込めば、かなりの岩くずが出たはずです。長さが700メートル、幅が40、50メートルもあります。が、その岩くずがどこにもない。考えてみれば、これも不思議なことですが、こうした例は世界中にあります。あのカッパドキアやマルタ島の洞窟にしても、そのあるべき、まあ、 掘り崩って言いますかねくずが全く見つかっていないのです。プーマプンクでもそうです。あれほどまでの石材加工をしながら、加工した時にできる削りくずがどこにもないのです。さらに近いところでは、奈良県にあるあのマスダの岩船がそうです。現地の案内書によれば、この場で加工したと書いてありますが、その削りくずがどこにもないのです。 私とワイフは岩船の下側斜面を掘ってみました。が、削りくずらしいものを見つけることができませんでした。考えてみればこれもおかしな話ですね。なお、以上の事実は、すべて私、林老が発見したことです。すでに動画化してあります。では、画面を見ながら、もう一順に詳しく説明します。 まず、あの、杖を持ったインディアン。まあ、インディアンヘッドロックと言いますけども、私はインディアンバディロックと言うべきじゃないかと思います。向かって右側の方にこう、杖が見えるのわかりますかそして下の方で、下のまあ、インディアンがですね、左手で、えー、杖をグッと握ってるのわかりますね。で、これは大変ポーズが決まってるわけです。で、これがまあ、あの、インディアンの 杖ということになるわけですね。で、この杖で、私はこれが、もう、なんて言いますか、人工的に作られた、あまあ、いわゆる、まあ、絵だというふうに判断しました。というのは、これ、あの、下絵を彫り込んであるんですね。で、横線がですね、こう見えますね。これが、あの、彫り込んだ杖の線ですね。そして、横線って言いますか、あの、岩の元々の線を、横、に切っていうの分かりますかね。で、これが元々の線で、そして、その間に、この、縦線の杖が彫り込んであるということです。 で、この辺が掘り込んであるというふうに私は判断しました。で、これが700メートルですからね、長さが。そして幅が40メートル、50メートルあるわけですからね。そんなものを岩に掘り込むっていうこと自体があり得ないわけです。あり得ないというか、まあ、しても意味がないって言いますかね。またこの絵そのものがですね、空から見ないとわからないわけですよね。ですからまあこれは、私はこの杖をまあ、これを杖と判断したときにですね、この絵は、 まあ、空から、空を自由に飛んでですね、こうした絵を自由に描ける人によって描,描かれたというふうに判断しました。この瓶が角が直角になっているところに注意してくださいね。で、これはじめ、道かなと思ったんですけど、道ではなくて、やっぱり岩に掘り込んだラインなんですよね。で、まあ、あの、岩に掘り込んであるということは、あの、道ならばね、最後どんどんたどっていきますと、どこかで道に繋がるんですけど、これはそういうことはないわけでして。そして、幅がですね、十数メートルから、 まあ、まちまちなんですね。七八メートルっていう感じで、あの、幅、この線の幅が違う。このま、縦線が見えましたね。これがあの、道路の線です。で、これがずっとここで狭くなって、またずず、ずっと続いてるわけですね。ということは、こんな線まで、そのインディアンロックヘッドの下に、まあ、引かれてるってことです。 で、まあ、こうしたものが何であるかということを、まあ、文献調べてみたんですけども、皆さんも調べていただけるとわかるんですけども、インディアンヘッドローク、アイダホで調べてもですね、だいたいこれがその、なんて言いますか、考古学的なその価値があるというふうには見られていないみたいですね。ほとんどとて言いますか、全く、私が今日調べた範囲では、全くそういったその、この、このインディアンヘッドロークについての研究論文というものは見つかっていません。 で、このところを見ていただくとわかりますけども、道路がですね、この岩のラインを横切っているのわかりますかねで、この縦の道路はですね、3メートルから4メートル前後の道路なんですけども、それにこの下の線が、下へ来ているということですね。幅が 15. 点、ここの部分で15.8メートルあります。で、この道路の部分は3.56メートルですから、まあ、ほぼ自動車がですね、一方通行で走る、あの、 幅だと思います。アメリカの道が広いですからね。ですからまあ、この、そしてこのラインがですね、この1000メートル、1045メートルあります。なち、こうしたラインがですね、このインディアヘッドロックの下に一本引かれ、引かれているということですね。で、さらに調べましたね、いっぱいこの,この、この種の細かい線がいっぱいあの、見られますので、これがまあ、な何を意味するかこれからのまた調べていきますけども、あの、この杖が、まあ、この、この、このこ,この測り方は676メートルということになります。で、 ここなんですね。この C のところを見ていただきたいんですけども、細い線があるんです。で、この線、ちょっと見にくいんで、ちょっと上の方を上げたり下げたり下げたりして、皆さんにご覧いただいてますけども、細い線、わかりますかねこの岩を横に行って、そして左の方に流れてますね。この線なんです。これが、あの、真直線なんですね。新、直線ってことは、全く岩の上、まあ、上から見て、真、えー、直線であると同時に、270.00です。 真ねしに向かっているってことです。そして反対側は当然90.00。まあ、東に向いているってことです。で、この線がですね、このれて終わるわけじゃなくて、やはり続いてるんです。左の方までね。で、この線をずっと、 ま、見ていただきたい。まあ、ちょっと線を戻しましたですけども、こう、こうした部分を見てみますとですね、これ限界まであの、降りてみました。そして、あの、幅が測れないのかなと思いましたら、まあ、50センチぐらいまでは測れたものですから、まあ、それよりも半分ぐらいということで、20センチから50センチ、この辺で、ま、20から50センチのラインっということがわかりました。わかりました。まあ、こんな細い線をですね、真一直線に輪の上に彫り込んでも意味がないし、あの、何のためにということになっていくわけですよね。まあ、これが、あのー、 この線がその線です。で、そうした線が引かれていると。で、これ今度はあの、90度を右の方に回して、あの、時計回りに回ってみましてで、今のポイントから。そして今度、地上へビューを落としてみます。で、 地上へビューを落としてみますと、この直線ブリンって言いますかね。この新直線の様子がさらによく分かっていただけると思います。遠くまで新直線につながってますね。岩を。あの下はあの、岩ですよね。これ岩から、岩の上を新直線にこう、今、まあ、線のラインを示しましたけども、このまあラインに沿って新直線上にその線がつながっていると。まあ、こういうふうに考えていきますとですね、もうこれはもう自然のものではないということです。で、まあこれはインディアヘッドロックも自然のものではないということですね。 で、もう一人の、あの、インディアンがいるというふうに、まあ、この、ブッシー・トワラさんという方がですね、今からもう3年ほど前でしたかね、えー、教えてくださいました、えー。ちょっとごめんなさい。日付を忘れましたですけども、あの、どなたか別の方も、ね、その後教えてくださいましたけども、この方がですね、あの、最初に教えてくださいましたので、この方の、あの、名前で発表させていただきました。二千十四年の四月十七日、ごめんなさいね。去年の4月です。 現在2015年の12月、えー、13日ですから、えー、去年ですね。で、この、ここにいるわけですね、その人が。ちょっと見,見えますね、口を開けてうおーって。で、この人がですね、どう考えてもアジア人っぽいんですよね。あの、むやるモンゴルの、モンゴルかどこかのあなたの、ね、兵隊さんのように見えるわけです。あれは多いかもしれませんね。で、左の方がこれ、あの、以前、あの、 知らましたんですけど、左のこの、えー、インディアンという人は、アメリカンインディアンではなくて、私はマヤだと思います。この顔がですね、パレンケのインディアンの、まあ別の像と、えー ほうによりよく似てるってことでですね。左のそのインディアンはマヤのインディアンではないかと思います。アステカのインディアンですね。で、右の方はモンゴル、今ちょうど中央に来ましたけども、モンゴルのこのインディアン、インディアンって,インディアンって言ってもいいんじゃないですかね。モンゴルの王ではないかと思います。で、あの、さっきずっと見てきました、インディアンヘッドのインディアンってヘッドロックって言われてるインディアンのあ鉢巻き。これあの、文章があの鉢巻きをつけていて、文章までかすかにあの見とる,ることができます。 で、まあ、彼らは、あの、まあ今言ってみました。アジア人のように見えると。で、インディアンヘッドロックはここで、右下がですね、あの、ウェストポールなんです。あの、いわゆる、えー、南極と、それから、あの、ギザ、えー、イーサートスナイル線の交点をウェストポールとしています。で、ティオティワカンとの、この、 ラインの間の角度を測ってみますと、90.00。正確には90.05ですけどもね。90.00。まあ、私はあの、エラーの範囲になるときは切り上げ切りしてをしています。で、このことはですね、あの、インディアンヘッドロックっていうのは基準点になっていた一つの例ですけども、インディアンヘッドロックとシギリア、あの、を繋ぎますとですね、こうした岩があるんですね。その新直線間に。で、これがまあシギリアロックですけどもね。で、シギリアロックとインディアンヘッドロックをつなぎますと、シギリアの やや北方に二つの岩がありますけれども、その岩の上を、真上を通っていきます。で、これがまあインディアヘインディアヘッドですね。まあ、ちょっと見せますと、上がヒンディアンヘッドロックで、下がシンギリアですけれども、その新直線下、下がシンギリア6。上があの、インディアンヘッドロックということになります。で、その新直線下に、あの、ショリアの遺跡もあるんですよ。で、これがですね、あの、 えー、山川幸男さんが、あの、教えてくださったんですけど、こうしたものもあると。これはあの、山川幸男さんが教えてくださいました。で、これは、あの、し、処理やロック、アライメント。まあ、 ということなんですよ。大きさが大きいんですね。これは、岩と人間と比べてみてください。こんなものがですね、全くエイブベリーと同じコンセプトで作られたものがですね、えー、ロシアの大平原のど真ん,ん中にあるんですね。周りにはこう、岩らしいものは何もありませんからね。そんなところにこの巨大な岩を持ってきて並べてあるということです。これがまあ今言った新色線化になります。それではついでですけども、ナスカリ論で説明しますと、この黄色い線がショリアから引いてきた線です。 今のあのロックですが、エイブベリーの線も重なるんですね。ですから、エイブベリーも処理は同じエイリアンが関与していたということになるわけですね。で、このもう一本、ラオスの、ラオス、ラオス、で、もう一本ですね、ありますけども、それについて、まい説明しすけラオスの、ラオス平原のいわゆるロックカレンダーですね。こうして、ますここに集まっているということです。で、今言ったその岩はここにあ,あるわけですけど、この、これがですね、あの、エラーは、 ちょっとあの、そ、あの、600から700メートルだと思いますよ。あの、この点がですね、あの、今言ったように、シギラロックと、それから、インディアヘッドロックの間、あの、進捗線下にあるということですね。こうした大平原の真ん中に、ポツンとそうした岩があるということです。まあ、このように、ま、あの、なんて言いますか、基準点というのはそういう意味なんですね。逆に、あの、基準点であることをね、利用し、利用って言いますか、あの、をこうして応用していくと、それがあちこちの遺跡、あるいはそのと、こうしたその、 場所に繋がっていくということです。まあ、そして、まあ、あの、仮説をですね、理論化していくわけですね。で、こうした岩が建っているということですね。まあ、平原のどん真ん中にポツンと建っていて、これの、この岩については、何かの学者の先生たちがですね、関心を持って調べているみたいです。まあ、そうしたらなぜインディアンヘッドロックがもっと関心を持たなるかという、まあ、私はちょっとそう,いう疑問にも思いますけどもね、疑問ということは、あの、インディアンヘッドロックというのは大変なこれは遺跡なんですけどもね、あの、 上がインディアヘイトロック。で、今、雪男さんが、あの、山川さんが教えてくださった岩をですね、雪男ロックというふうに、まあ、私は呼んでいます。まあ、いかがでしょうかね、皆さん。こうした岩がポツンと立っている。まあ、その、詳しい、あの、あれわかりませんけども、その近くにこのシオリアの岩のアライメントがあるんですけどもね、あの列石があるんですけども、巨大な石石石岩ですね。 でややその上にまた奇妙なものがありますけれども、これについてはもう一回あの精査していますけれどもあの、目的は何なのかということになってくるわけですけれどもね、あの上があの、いわゆる、まあ、下る雪の雪に渦漏れた列石ですよね、上が、まあ、今のが、まあ、いろんな方向から見ていますけれども、こうしたところにそういうものがあるということです。 まあこうしてまあ一つの例としてね、シニリアロックとそれからインディアヘッドロックが一つの基準線になっているということを今皆さんに説明しています。すな,なわちですね、インディアヘッドロックはただの、いわゆるまあ地上絵ではないということになります。まあ、そのように私は判断しました。で、そのインディアヘッドロックというのは、あの今まであのただ自然が作った、まあ、たまたま偶然そうなったというんじゃなくて、明らかに計算された位置で、計算されて、まあ、岩盤に掘り込まれているということですよね。わかりやすく言えば。 そうしたも、も今、ちょっとこれ、シギリアのね、シギリ,リアクと、あの、あの、インディアヘッドロックをつ繋いだんですけど、このすぐ近くにこの岩があるんです。この真ん中の岩こらまた調べてみてくださいね。これは本当にね、ボソッと置いた感じで、で、下がね、空洞の下というか、あの、空、あの、隙間ができているんですね。で、こうして、もう一つ二つあるんです今の、それともう一つ上にこの岩があるんですけども、この両方の岩を、インディアヘッドロックが正確に横切にっているってことです。 つまり、こうした事実を重ね合わせていくとですね、こうした偶然というのはもう偶然ではない。いわゆる確率論的にありえないということから、まあ、インディアンヘッドロックがですね、基準点になっているというふうに判断していくわけです。今このライン、まあ、もう一回見,見せてます。このラインは、あの、キシギリアとインディアンヘッドロックをつないだ線です。この岩、二つ並べてあるということですね。 で、こうしたその進捗戦下にこの先ほど雪きをロックとは、まあ私は名付けましたけども、山川行きさんが見つけてくださいましたので雪きをロックということになりますがね、こうした岩も立っているということです。これをどうして、どういうふうに判断したらよいかということですね。詳しくはこの処理屋の、あの、列席のところで説明しましたので、また興味のある方はそちらをご覧になってください。えー、林博史で検索して、そしてまあ、謎の点灯線古代文明の方へ行っていただければ、 この詳しい内容を、あの、精査しましたのでね。あの、また見ていただけると思います。で、これはカルナック。同じように、まあ、ロックカレンダー。これがジャールですね。やっぱりロックカレンダーだというふうに判断できます。で、エーェリーは先ほど言いましたよね。同じラインがこのナスカにあるということでね。で、から、あの、ブルーの線は、あの、これはペルーから引いてきた線ですけどね。あショリア、エーブベリー。それから、ラオスのジャール平原。 というふうに、まあ、この線がここで重なるわけですけどもね。まあ、みんな、あの、カレンダーだったということですよね。で、まあこね、これはねこれは、あの、一つ目印かと思います。あの、目印していますけど、何か意味があるのか、あの、今のところわかりません。しかし、あの、何かの基準点になっていることは十分考えられますね。まあ、かなり大きなもんだと思いますよ。あの、ということで、ま、こういう岩がですね、ポツンと、ま、立っているということです。 で、まあ、その、今は何を説明しているかというとですね、インディアヘッドロックというのはただの絵ではありませんよということを、まあ、基準点になっているということを、あ別の角度から皆さんにお見せしています。いかがでしょうかね。ちょっと間が入いてしまいましたけども、今、もう一度赤い線を見ていただくと、あの、これが、まあ、下がシーリアで上がインディアヘッドロックだということです。そして、その、 中心、中心が、その、新直線下に、今にご覧いただいた岩いがあり、それからショリアの列席もあるということですね。そのショリアの列席は、エブベリーと同じコンセプトで作られているということですね。で、このインディアンヘッドロックなんですけども、最初にちょっと申し上げましたように、なんか損傷がですね、大変激しくなってきた感じがします。とても残念なことですね。これは2002年の はっきりした顔です。で、2012年、10年経ちますと、こんな風になっちゃってるんですね。かなり、あの、なってますか、顔が崩れてるって言いますか、はっきりしない状態になっているってことですね。とても、やっぱ悲しいことだと思いますけどもね、もっと大事に、にアメリカの方ももっと大事にしてくだす、くれ、するべきじゃないかと思うと、べきということはちょっと強いですけども、あの、大事に、まあね、 Uh, should, they should uh, reach, uh, restore a、uh, reserve ね。このサイトを守っていただきたいなと思ってますね。で、もう一つこの手を見てください。このポーズ決まっていると思いませんかグッと握って、それで体を前にね、えー、乗り出しているという雰囲気です。で、ここにあの、鉢巻があるんですけど、鉢巻には紋章らしきものもあります、ね。ですからやっぱり王なんですね。で、この杖っていうか、まあ、王の紋章としての杖ということになるわけですけどね。 ですから、私は、ま、これをインディアンヘッドではなくて、インディアンボディーと呼んでい、ほ、がいいんじゃないかと思っているのは、今も一ましに左手で、え、このインディアンの左手で、杖をしっかりと握ってますからね。で、繰り返しになりますけれども、もう一度確認してくださいね。これは、あの、まさか、ま、あの、これはですね、杖と認めた、認めればですよ。この杖の掘り込み方が、いわゆる、ま、これがね、人工的に作られた、すなわち、人間が作ったのではない、す,すなわち、エイリアンが作ったという証拠になっていくわけです。 で、これはあの、どなたかちょっとおっしゃったんです砂ではありませんからね、岩盤ですから大きな岩山だと思われます。見た感じ、一枚の岩山のような感じがしますね。で、その上にこうしたものが掘り込まれているということです。まあ、普通の作業ではできませんし、ってことなんですね。で、ウエストポールとヒンディアヘッドロック。で、ヒンディアヘッドロックとイーストポールの 距離の比はですね、正確に2対3になっているってことです。ここは 8024km ですからね。で、東行けば、東というか左の方行けば、イーストポールになるわけです。で、その、こちらの方の距離は 12,046km で、ちょうど、えー、なってますね、比に直しますと2対3。あるいは2対3.002になるわけですね。1分の1のくらいまで同じになっていくってことです。 まあこれ偶然というか偶然でないというか、いわゆるま計算されてここに置かれたのか、あるいはそうでないのか、あるいは何か目的を持って置かれたのか、置かれてないのかということになってきますと、私は計算されて何かの目的を持ってここに作られたというふうに判断しました。ということで今からも2年以上も前にね、これをまあ発表して、発表したわけです。もう3年近くなりますね。あの、インディアヘッドロックはもとにかく当初にも何て言いますか、疑問に思ったあの場所だもんですからね。 あの、もう3年になりますね。あの、ちょうど丸3年ぐらいになる頃に最初の動画を発表させていただきました。で、これはまあ、ショリア。ウスツアパンカンスキーっていうところですけどもね。あの、まあ、ショリアっていうのは近くの山の名前だそうです。ですから、まあ、私たちは勝手にショリア、あの、列席っていうふうに呼んでいますけどもね。ウスツアパンカンスキー。なかなかイにくいですからね。 ごめんなさいね。これはあの、前のビデオを同じように繰り返してますけども、処理や、それから、えー、エイブベリー有ィ、UK、のね。あの、ですから処理やとも繰り返しになりますけど、処理とエイブベリーというのは、あの、まあ、何らかの方で関係していると思われますね。ちょうどその、井戸さんもで、えー いわゆる、まあ、軽度差ですね。軽度、軽度差も90度です、ね、すなわち4分の1周、地球の4分の1周分の距離が離れていて、か、なおかつ、えぇ、ー、ラスカでこのように、両方からのラインが重なるということです。もうこれは偶然ではない。私はそういうふうに判断しますかね。まあ、今までの流れからしましてね。で、結論ということになりますけれども、まあ、お分かり、もう、ずっと伸びて通るんですけども、このインディアンヘッドロックというのは、あ自然の造形物ではないということです。自然が、 まあ、なんまあ、作ったものではなくて、明らかに、えー、そういったコンセプトってとかね、制作意図を持った、まあ、芸術家らしき人がですね、えー、このような絵を描いた、作ったってことになりますね。もう一度もう一ンこのコンボを見てください。コンボをね、スポーズが決まっていると思いませんか体をね、前、こう、のめり出して、そして、左手で杖をしっかり地面に刺して、そして自分を支えながら、東の極点を見ていると。まあ、これをぐ、まあ、 ここが一つのポイントですけどもね、これは偶然といえばもう全てがもう偶然になってしまいますし、これはすごい、やっぱりその普通の絵ではないというふうに思っ,て思ってくだされば、その先の謎解きへと、まあ、コマを進めることができるということになります。まあ、このような絵もちょっと作ってましたけども、壁を見ながらね、この人が、おー素晴らしい作品だなんてね、言ってる雰囲気を出してみました。それでは皆さん続くビデオ、どうかご覧になってください。バイ Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masedi Japan.Secret story of Indian Head Rock, USA.In Japanese, 皆さん、こんにちは。あの、Indian Head Rock についての謎と秘密、日本語版です。で、これは、あの、2013年の6月に作ったビデオですけども、それ以前にもう100何語で、ってことは2012年にすでにこのことを知りまして、 ビデオを作りました。で、このインディアンヘッドロックの謎でですね、一番ポイントはどこにあるかと言いますと、あの、インディアンヘッド、ヘッドとなってますよね。ヘッド。インディアンの頭ということになっています。しかし、これは正しくはインディアンヘッドではなくて、インディアンボディと言うべきだと私は当時考えました。まあ、このインディアンヘッドはね、インディアンヘッドロックは、あの、よく知られています。 ま、実にこう、偶然にしてはですね、出来すぎとて言いますか、インディアンの頭をしているわけです。で、これはもう自然の産物なのか、それとも、いわゆる人為的って言いますかね、人工的に作られたものなのかどうかということなんですけども、それは皆さんの判断にお任せしますけども、実はですね、私これはあの、人為的だという証拠をってどうなるかというとですね、あの、皆さんがほとんど注目しない、向かって右側にある梱包なんですね。で、梱包をこの、インディアヘッドロックの、 人物がですね、しっかりと彼の左手で握っているわけです。でこれを見たときに、私はこれ人為的だと。なぜかというとですね、この梱包がですね、700メートル以上あるんですね。あの手のとこから上の先まで。そして皆さん今ご覧になってわかりますように、その梱包がですね、明らかにこの岩、岩ですよこれ。あの岩山なんですよこれ。あの、あの、草木も生えない岩山なんですけども、それを明らかに掘り込んでいるということなんですね。そして、このポーズを見ていただきたいんですけど、決まってるでしょ なんて言いますかね、体を前にのめり出して、そしてその手をグッと握って、そしてそのなんて言いますか、遠くを見ているこのインディアンのポーズが決まっているってことなんです。これはあの、かなり、なんて言いますか、あの、同じこのような写真を撮ろうと思いますと、フォトグラファーにしてもですよ、かなり、まあ、あの、プロのカメラマンでないと、これだけあの、ダイナミックなね、いわゆるその、ポーズの決まった、あの、 写真が撮れないですね。そして今ちょっと見せしましたように、喉仏はあるわ、ね、ほくろはあるわ、それから鼻の穴があるわ、そういうことになるわけです。で、ヘアバンドが見ていただきたんですけど、ヘアバンドはこれ、何かよく見ると、この、なんて言いますかね、なんか紋章が入ってるんですね。まあ、こんな紋章を入れたヘアバンドをするっていうのは、王しかいないんですよね。で、この、まあ、これはあの、別のところで証明しましたけど、これはあの、アメリカインディアンじゃないんですね。南米のマヤ、 まや、あれはステカのインディアンなんですよね。まあ、それはあのいい、今日はいいですけども、このコンボを見ていただきたいんですけども、このコンボがですね、えー、長さがですね、700メートル以上あるわけです。で、このコンボを握ってると。そこでまあ、ここで見解が分かれるわけですね。まあ、コンボまで含めるべきなのかどうかってことなんですけども、このポーズを見て私は、これコンボを含めるべきだと考えています。ですから、インディアンヘッド、ヘッドじゃなくてね、あのー、 インディアンボディーロックというのが正しいんじゃないかと思うんです。ところがこのコンボをですね、このインディアンヘッドに含めてしまうとこれ厄介なことになるんです。というのは、先ほども言いましたように、このインディアンヘッドのね、このコンボがですね、明らかに岩盤である岩山に掘られているんです。そして、その、掘られているということは、いわゆるその、掘るわけがないんですからね、アメリカ、インディアにしてもこんなものをつくあの掘っても意味がないわけですし、大変な、700メートルですよ。皆さんご自宅の714メートルって出ましたね。 あの、ご自宅のね、近くでね、700メートル距離がどれくらいの距離なものかということを考えてみていただきたいんですそしてこの、あの、インディアンヘッドボディっていうのは、空から出ないとわからないということなんですね。空から見て初めてインディアンとわかるわけでして、地上を這いつくばって生きているインディアンにとってね、まあ、なと張りつくばっているっているんですけども、人間みんな這いつくばって生きているわけですけども、その、がですね、こうした空から見たインディアンの、そしてしかもまあ、 こう写真見てわかっていただけると思いますけども、もう本当、空から見て初めてわかるような絵でして、それをその、はい。というか、書くことが果たして可能かどうかという問題なんです。まあ、不可能ですよね。まあ、そういったその常識を働かせて考えてみていただきたいと思うんです。そしてこのインディアンヘッドのこの頭はですね、目はですね、はっきりと、えー、イーストポールとウェストポールの直線下にあって、そして遠くを見ているということなんです。 ま、これは偶然か偶然ゃないか、自然の産物がないかないか、あるかないかってことは、あの、ま、それはあと判断でね、これは偶然だと。体がこう、ていうか、しかしやっぱりこのポーズが決まりすぎて、決まりすぎているという点でですね、これを自然の造形物だと見るのは、私は無理が、私は無理があると思うんですね。そしてこのインディアヘッドロックとね、それからあの、サーペントマウントと、あの、ティオジアカンを線で繋いでみてください。90.04だったかな 90.04の角度まで直角なんですね。90.04ってことは、エラーの範囲も入れますと、90.00の角度なんです。ということは、あの、そんなね、90.00の角度、あちこちにまあこういったその角度が出てきますけども、90.00になる角度っていうのはめったにないんですね。あの、 それはあの、ポイントとして点は取れないものですからね。しかしこの場合は取れるんですね。あの、インディアヘッドの頭と、それからティオティ、あの、サーペントマウンドの頭と、それからティオティワカンの太陽のちょ、ちょ、ピラミッドの頂点を取れば、点点点で取れますからね。ですから正確に点が取れるわけです。でトを測ってみますと、91.04だとか02だとか、ちょっと忘れましたんですけど、まあ、あの、0204っていうのはもう本当にもうエラーの範囲です。ほんのわずか動かしただけでも、あの、 インディアンヘッドでもね、頭と肩でも違ってきますからね。あの、ですからそういったエラーなんですね。まあ、要するにこのインディアンヘッドを皆さんもう一度見ていただきたいんですけども、果たしてこれが自然の造形物なのかどうか。ただ残念なことはこのインディアンヘッドが、年を追うごとに破壊されてますね。あの、YouTube で、あの、やっぱりこう過去へ遡っていますと、過去の方が絵がしっかりしていて、最近のものほどぼんやりしています。 ですから、やっぱりこう残念だなと思いますね。あの、それほど、まあ、皆さん注意してないんじゃないかなと思います。まあ、こうした事実を積み重ねていけますと、まあ、誰が掘ったかってもう、かりきったことで繰り返しになりますけども、人間ではありませんね。人間ではないってことは、エイリアンです。あの、エイリアンが掘ったわけですね。で、これは今ちょっと、あの、別の角度から見てるんですけども、これ、あの、イーストポールです。 あの、いわゆる、ギザ、あもう変調だろう。プレハビアから来た線と、赤道マジュアル点がイーストポール。これが、あの、ギザ、それからナスカ、イースタード行く線と、赤道とマジュアル点が、あウェストポールですね。これ、あの、ちょうど赤道に対して30.00の角度になるんですよ。そしてこれがですね、このちょうどこの両方両者、両者をつないでみますと、まあ、あの、地球あの、半周超えますと線引きませんで、半分ずつこっち引いてみたんですけども、これがあの、イーストポールから引いて、 ウエストポールが引いてきた線ですね。で、この目の線を見てください。そして、一方、あーイーストポールから引いてきた線と、ここで、まあ、これ今、イーストポールの方から引いてきた線ですね。あのー右、右、左がイーストポールで、インディアンヘッドの方にあ線を引いてきたんですけども、このイーストポールから引いてきたインディアンヘッドの目線とですね、実は一致するわけです。今、ちょっとは何を皆さんにお見せしたいかというと、距離なんです。あのー、距離の、あのー、この、 妙,妙、妙味というか、ますかね。例えば、あの、オーストラリアの、あの、カタツジューダとウルルと、それからマウントコナーズと違いますと、正確に一対三になりますね。で、ここも、あの、同じように、あの、正確には測りますと、なんと、二、えー、対三になるんですね。距離の比が。今、それを皆さんにお見せしますけども、あっと1一万二千三対二ですね。ごめんなさい。一万二千えー、12000キロと八千キロですね。 えー、ちょっと今日、今、気温がちょっとあの、あの、8000キロですね。で、この日を、あの、ちょうど本当は半周で2万キロになるんですけどね。あの、赤道路面に行きますと2万キロを超えるわけです。あの、で、この日の、そあの日の割合がですね、3対2。3.011対2.006なんです。いわゆるそ、ま、の、あ、まあ、3.、 ゼロゼロの値まで、100分の1のくらいまで、あの、比率が一致しているということなんですね。となってきますと、こういった事実、まだいろいろあるんですよ。あの、インディアンヘッドと、セからティオティワカン、あ、ごめんなさい、カラクルムとスナングとナスカイクとかね、いろんなことありますが、まあそういった事実は別のところで紹介しますけども、要するにこれを、あの、まあ、いわゆる自然の造形物で、また、自然にここに書かれたもあ、自然によってここの場所に書かれたものであるかということは、もう、 もう、私には信じられませんね。皆さんどうお考え、お感じになるかわかりませんが、私はそう感じます。まあ、あの、で、ここでまあ、120度という、まあ、ちょっと厳しいかなって、118回ら120度ですからね。ちょっと厳しいかなっていう感じはしますけども、120という数字が出てくると。そして、ここで、これはあの、しっかりと出てきますね。あの、ウエストポールとテオテオ間つなぎますと、その間120度、120度で出てくるんですね。90度でこれ、あの、テオテオ間行くんですよ。60度でギザー行くんですよ。あの、これもあの、 非常にあの、人為的な感じがしますね。いいですかティオティワカンからこの白い線に対してですね、60度でギザ、90度でモヘンジョダロ。しかも、ティオティワカンの山道は、まっすぐとモヘンジョダロを向いているんです。皆さん、あの、逆にモヘンジョダロのね、廃墟の塔から、あの、 えっと、テオテア間の三道線を引いてみてください。あれが日没だとかね、日の出の当時月の,日あの方向を示しているという、あの、学者の先生はこのままで NHK テレビに出て,てそういうような説明をしていましたけども、私は信じません。皆さんも一度自分で引いて驚いてみてください。その驚きがまた新たな発見へと繋がっていくと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Once a jolly swagman camped by a billabong, under the shade of a clever tree. And he sang as he watched and waited till his belly boiled. You'll come a waltzin' Matilda with me, waltzin' Matilda, waltzin' Matilda. You'll come a waltzin' Matilda with me. And he sang as he watched and waited till his belly boiled. You come along, s e m a t e r with me.Good b y e my friends in sunburnt Australia.This is Hiroshima City, Japan.Mount Connor です。この Mount Connor はですね、以前からオーストラリアの代表的な動物である ウンバットに大変よく似ていると言われています。確かによく似ています。まあ、インディアンヘッドロックの例もありますから、まあ似ていてもおかしくはないわけですけども、それにしてもよく似ています。人工的に形成された山なのでしょうかそれとも偶然の一致なのでしょうかということで今日の動画を始めます。 今日の動画は大七島のモーレア島から始まります。皆さんを大七島のモーレア島に案内します。私、林博士は人口増生島であると判断しています。綺麗な正三角形をしています。そしてそれぞれの辺はですね、世界の拠点へとつながっています。これがモーレア島です。そのモーレア島から オーストラリアのカタトゥジュータに線を引いてみます。カタトゥジュータ。多くの頭という意味だそうです。これがカタトゥジュータです。大変奇妙な岩でできています。 で、この黄色い線がモーレア島から引いてきた線です。で、その線をたどっていきますと、ここにウルルがあります。以前はエアーズロックと呼んでいました。このウルルは矢印の形をして正確にモーレア島の方向を示しています。そしてそのほぼ真直線下にマウントコーナーがあります。大変奇妙な山です。 マウントコナーです。これがマウントコナーです。で、カタツジュータとウルルとマウントコナーは新一色線につながり、そして第一のモーレア島の方向を向いています。手前がカタツジュータ、ウルル、そして その向こうがマウントコーナーということになります。が、それだけではありません。まあ、このように一直線に並んでいるというわけです。それぞれ大きな山ですから点を取るのが難しいですが、ほぼその中心点に 点を取ってみました左からカタツジュータ、ウルル、そしてマウントコーナーです。で、その間の距離を測ってみました。29.3キロと88.7キロです。その距離の比は正確に1対3になっています。点の取り方によってはさらに正確に1対3に なるものと思われます。まあ、このような関係にあるということですね。こうした事実を頭に入れて続く動画をどうかご覧になってみてください。まあ、大変興味深い事実がいろいろと浮かび上がってきます。それでは皆さん、bye for now。続く動画は大変 古い動画です。私のライン理論の原点ともなった動画です。どうかご承知おきの上ご覧になってください。Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masuri Japan.Mystery of Katatsu Juta or Mount Argus, Australia.Nuclear test site for ancient aliens.Katatsu Juta の謎。 そこは古代エイリアにとっての核実験場であったという話です。南極です。オーストラリアです。まあ、形絨タ,タといってもですね、日本ではほとんど知っている人はいないと思います。エアーズロックの西、約30キロのところにある、まあ、一風変わった山です。まあ、どう変わっているかは、まあ、皆さんご覧になっての通りです。山々がですね、まるでアイスクリームが溶けたかのように、 まあ、ただれているわけですね。ドローと。それがカタツジュータの特徴です。で、この山はですね、まあ、地質学者の先生たちは侵食によってこうなったと説明しています。が、本当にそうでしょうか皆さん自身の目で確かめてみてください。私にはどうしてもそれが信じられないのです。 で、昔からですね、私が学生時代からアボリジネの間ではですね、カタットジュータでは、石ころ一つ持ってきてはいけないと。持ってくれば死ぬという、まあ、伝説がありました。で、放射能を測定してみますと、現在でも0.3から0.4マイクロシーベルとあります。大変高い値と言わざるを得ません。まあ、それについてはですね、ウラニウム鉱山があるからであるとか、あるいは近くで核実験がなされたためだと。 とかいうように説明されています。本当にそうでしょうかもう一度値を見てください。0.32を示していますね。で、この0.32マイクロシーベルトという値がですね、1時間あたりですけども、いかに高いものであるかは、福島大学がですね、校内で測定している、現在測定している値と比べてみてもわかります、まあ。場所によっては 0. えー、41っていうところもありますけども、全体として見れば0.19から0.1前後ですね。という値なんですね。で、もう一度見てください。0.32マイクロシーベルトです。では、まあ、これがですね、近くの核実験によるものなのかどうかということなんですけども、同じ人がですね、エアゾック、いわゆる ウルルの近くで測定した値があります。それによりますと、まあ値はですね、0.2、あら0.22ぐらい前後をまあゆらゆらしているわけですね。ですから、まあ核実験の影響によるものとは考えにくいですね。まあ、あと残った可能性としては、ウラニウム鉱山が中に含まれているということな、鉱が含まれているということなんですね。で、先ほども言いましたように、 アボリジーの間では、マウント、まあ、オルガス、いわゆるカタツジュータから,では,からはですね、石ころ一つ持って帰ってはならぬという、まあ、そういう言い伝えがあります。もう一つのカタツジュータの山を見てください。私はこれは熱核兵器によって歪んだ山だというふうに理解しています。その理由はこれから話します。Thank you very much for watching and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, video number 319. Today's story is about Katatujuta, a very strange shaped mountain in Australia. Why Katatujuta? It's a kind of datum uh, point uh, on this earth in Japanese. カタツジュータと呼ばれる、まあ、奇妙な形をした山がオーストラリアにあります。エアズロック。以前はエアズロックと呼んでいましたけども、今はウルルと現地のアブリジニーズの言葉でそう呼びます。このカタツジュータが、まあ、重要な、まあ、データンポイント、基準点になっていることは間違いありません。なぜカタツジュータなのか。まずあの、 エアーズロック・ウルルですねそしてカタ・トゥジュータがどこにあるか皆さんに知っていただきたいと思うんですちょうどオーストラリアの中央ですねこの右が三角が見えてきましたがこれがエアーズロック・ウルルですそしてその2 9キロ西にあるのがカタ・トゥジュータですでこぼこしていますね まあ、やけどのあとによりももうすでに見えるわけですウルルは不思議な山でして、えー、現地のアボリジニたちの伝説によれば空からある日降りてきたとそういう言い方をしますね一方カタツジュータはです、ねまあ、死人の山死の山というふうに呼ばれていますという意味だそうですで現地のアボリジニたちは近づかないそうです 小石一つても持って帰ると、その人は死ぬという伝説があります。しかし私は、まあ、なぜ、ま、えー、てか、まあ、ここに英語で書いたのは、どちらが本当の、まあ、なんて言いますか、重要な基準点であるかということにずっと悩んできました。今も悩んでますけども、まあ、微妙に、なんて言いますか、位置が違いますから、それによって、重要な基準点が変わってくるわけですね。 じゃあなぜカタッツジュータなのかという問題が、まあ、出てくるわけです。本来習っていますか、エアーズロックの方が小さくてですね、そして道しるべとしては非常にわかりやすい形をしているわけですね。まあそこでまあいろいろな方向から調べてみました。まずナスカですね。で、イースターアイランドです。この、この線は基準軸上、基準軸上の基準軸ですね。ごめんなさい。 でここから30度の線を引いたところにオーストラリアのいわゆる今言ったエアーズロックとか、あのカタツジュタがあるわけです。で、まあ今日は正確にあの100分の1の単位まで測ってみることにしました。そして、まあ、調べてみますと、ウルルまでがいや、まあ、30度ですね、飛車にして、そしてカタツジュタの方が31度なんですね。 エイリアンの地図で考えれば、あの、ウルルの方が、まあ、より正確だということになるわけです。何度も言いますけども、彼らは正二重面体の正三角形を基準、あの、基本とした地図を使っているわけですね。で、そこで今度は、えー、イースター島からですね、南極に線を引いてみました。この南極点がね、ややね、あの、ずれるときがありますが、ほんのわずかずれただけでも、この場合は、あの、 あの、位置がずれてきますので注意してくださいね。で、これが、あの、黄色い線が今イースターテイク、イースター島から引いてきた線です。そして、120.0000でですね、線を引いてみます。この矢印の線がそうなんですね。そうしますと、この黄色い線がなりまして、ちょうど、まあ、片つじゅの近くを通るわけです。 上の三角がですね、左上の三角がウルルで、細い線で下へ引いてきてますね。それ、その先が、あの、カタジュータです。ここがウルルです。そして、カタツジュータです。まあ、距離的には、目測ですけども、まあ、10キロないんですね。あの、誤差が、エラーがね。そして、この線ですね。もう一度、まあ、見てみますと、ウルルとカタツジュータなんですね。 なぜ重要かというとですね、あの、このイーストポールがね、実は3つあるんですね。あの、3つあるということは、あの、どうしてもそこへ行くんですね。あの、この A はですね、これはあの、日本、北極から桜島を通ってきた線なんです。で、これはあの、北半球については、あの、い,あのい,いろんな点をですね、しっかり決めるんです。B はこれは、あの、ウルルから、北のウルルから持ち上がってきた点なんです。 で、これは、あの、両方の線がですね、プレイヤービヘアをちょうど挟むように通るんですね。あの、で、C の線が、これが、あの、アンティポードです。あの、西極、西極点のアンティポード。ちょうど反極点ですね。ですから、あまあ、あの、三つ出てくるわけで本来ならば、あの、西、あの、ウエストポールの反極点を取りたいんですけども、あの、地球が大耳球体のせいなんでしょうかずれてくるんですね。私はエイリアンは当初これに気がつかなかったんじゃないかと思っています。 で、これがイーストポールなんですけども、もう一度正確に見てみます。三本の線がだからできるわけですね。で、一本のその桜島を通ってきている線、そして、南極に対してまっすぐ降りてきた線がこの赤い線ですけども、これはですね、片手絨毯の、まあ、目測ですけども、10キロもないんじゃないかと思うんですね。7、8キロのところを通っているわけです。 ま、ごめんなさい、正確に調べてありません。で、この緑の線がウルルを通ってきた線なんですね。これは下から逆に南極ウルルを通って持ち上げてきた線なんですね。で、この C はですね、あの、アンチポード。あの、あの西極点は、あの、正確に取れますからね。あの、赤道と、てから、あの、イースター島とスフィンクスを結んだ線が、まあ、西極点になるわけです。で、まあ、どれが正しいのかということになるんですけども、 少なくとも北半球を見る限りにおいてはですね、先ほど言いましたように、あの、この赤い線、桜島を通る線が非常に重要な線なんですね。あの、ジャパン、クロスポイントジャパンからもまっすぐ下へ来ますし、あの、他の、例えば日本における拠点も桜島を拠点にしていることは皆さんもご存知の通りだと思います。ですから、まあ、片手じゅうた、 の方を私、私は取るしかないっていうことになってくるわけですけども、なぜカタツジュータなのかっていうことなんですね。まあ、ここがカタツジュータなんです。ま、これはあの、北極から、桜島の中心を通ってね、火山口の中心を通って、まっすぐ下へ置いてきた線なんです。それはこのカタツジュータの山を見ればわかるんですね。ただの山でないことは、もう形を見て一目瞭然なんです。 侵食によって流れてこういう形になったというふうに学者の先生たちは説明していますけれども、中央の穴なんて見てください。引きちぎれてるでしょう引,引きちぎれてるように見えるわけですね。まあ、実際に引きちぎれてるんだろうと思いますね。こういう,こう,いう山は大変珍しいです。というか、ここ以外に私見たことがありませんね。明らかに強力な熱線によって、この山が焼けたたれたようになったということは、これらの写真を見ればわかるんですよね。 つまり、まあ、核兵器であったかどうかは別として、それに等しい、えー、なってますか、強力な武器のここは実験場ではなかったかと、あるいは実験場であったと結論付けてもいいと思うんです。っていうのは、同じ岩脈を通しているというふうに、まあ、学者は説明してますけれども、表面の形がウルルと片と銃とは全く違いますね。つまり、これが、 この山がですね、私はこの山を見てみるたびにこう思うんです。これが神々からの警告であると。なぜ警告であるかは、もう皆さんお気づきのことと思います。人間たちを勝手なことするなよと。そのや、そういったことをこの山はが、山がですね、私たちに教えているように私は思います。皆さんは いかがでしょうかなぜ語って住宅わかっていただけたと思います。Thank you very much and see you again next time. Bye.Hello. This is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan.Mystery of Mount Uluru, Australia.In Japanese.Uluru Ur の、no、謎。 昔はあの、エアーズロックと言ったんですね。で、この、これがエアーズロックですけども、まあ、アボリジニのイースターによればですね、この岩、一つの岩なんですけども、ある日空から降りてきたと。ケムダウンと。というような伝説が残ってるんですね。で、まあ、あの、場所を調べてみますと、この黄色い線がギザ、モヘンジョだろう。それからプレハビアを通って、そして、えー、右下の方行きますと、イースタートへ行くんですね。 基軸ライン中の、まあ、最も重要なラインの人です。そして上が桜島、下がまあ南極です。それがちょうどその赤道と横見るところで、ま、交わるわけです。で、プレアビアからカタドジョータまでは、あの、間の角度は30.0なんですね。で、まあ、これはあの、生二重メンタル地図。まあ、エイリアンが使っていただろうと思われる正二0メンタル地図で、上で考えていますまたこれはうまい具合に、こう、ピタッピタッとその、あの、 なてますか、ね、決まった場所に決まっていくんですね。まあ、まあですから、まあ、60、120っていうのは非常によく出てくるものですから、まあ、120面体地図というふうに、まあ、推論を立てて、そして、まあ、あちこちで当てはめてみましたらた当てはまるわけです。そして、このウルルの、まあ、西にですね、カタツジュータがあるんですけども、カタツジュータウルル、それからマウントコーナーは、真一直線に並びます。 で、左上から北線が、これがあの、プレハビーキャラ北,北線で、えー、上から下へ行くのが、これが北極、桜島、それからイーストポール、南極行く線です。で、このブルーの線は、まっすぐ右の方へ行きますと、えー、モリア島行くんですね。で、モリア島っていうのは非常にまた謎めいた島でして、後で説明します。で、このウルル。これちょっと見てみますとね、ウルルもまたこの奇妙な形をしてるんですね。まあ、なんとも、ま、絶妙と言いますかね。楽しいですね。これ見てると。矢印なんですね。 そして、この黄色い線が今、あの、片津住宅と手から森跡を繋いだ線です。ちょうどこう方向を示している感じ,感じかなと思うんですけど、この点々の線がですね、あの、サーフス南太平洋クロスポイントへ、か,から引いてきた線です。これがあの、コナーザンですね。あの、周りにこう爆発痕といいますか、衝撃痕のようなものが残ってるところが、大変興味深いです。ウルルにもそういったその衝撃痕が残ってるんですよ。 で、この距離がまた絶妙なんですね。間を測っていますと、28.8、それから88.6、ちょうど1対3の関係にあります。まあ、あの、例えば、あの、イーストポール、ウエストポールから、あの、インディアンロック、インディアンヘッドロック、ヘンディアンヘッドロックからウエスト、あの、あーイーストポールに行きますと、ちょうど1対2の関係になりますかあれ、そ、そちらは正確に出てきますね。で、これはモリア島です。 で、モリア島から、の、今、右の方へ行きますと、テオテワカで、まっすぐへ行きますと、エジプトの機材と向かうわけです。で、その間の角度が、59と61、60という関係ですけど、まあ、60、60。そして、えー、左の方は60.0というふうになります。そして、ブルーの線が、よく44.6か7で、まあ、45度で、あの、形状態に向いています。まあ、もちろん、その、1 2 0メーターの上で考えてみますと、また、これまたね、 ぴったり合っていくんですね。ということは、まあ、私の、まあ、仮説で始めは仮、仮説で始まったんですけども、えー、エイリアンたちは正二十面体地図を使っていたというふうに私は考えています。またそれで説明すると、あちこちのね、拠点からの方向、角度があ説明できるわけです。ということで続くビデオを見ていただきますけども、えー、ちょっと古いビデオですね。349号ですから。 えー、ウルルは空から降りてきた。まあ、これはあの、オーストラリアのアブリジニーの伝説によるものです。で、まあ、不思議な岩山です。また、同時にあの、神聖な岩山になってるんですよ。ですから、まあ,あ、観光で行ける場所ってのは決まってるわけです。 で、まあ、ここにあるように、ウルウル came down from the sky と、ウルウルはある日空から降りてきたと。そういうように、アボリジンの間では言い伝えられて、まあ、現在に残ってるわけです。だからか、あの、カタツジュータの石についてはですね、あの、やっぱりアボリジンの伝説にいれば、石を持って帰ってはいけないと。あの、石を持って帰ると死ぬっていうことなんですね。いわゆる放射性、放射性物質が今でも研修されている。と同時に、カタツジュータの山々っていうのは、焼けただれて、こう、アイスクリームに溶けたような感じになってますね。 非常に不思議な山です。で、これがあの、ウルルです。同じ話繰り返しになりますけども、ごめんなさいね。少し詳しく説明できると思いますけども、これがあの、マウントウルルです。大きな山なんですよ。 あの、そして、この周りを見ていただきたいんですけども、あの、何万年も、何,何万年かに、ね、もっと何億年ですもかけて、この山が侵食されてこうなったって言うんですけども、そうしたらなぜこういったこの爆発痕って言いますかね、衝撃痕のようなものは周囲に飛び散ったように残ってるかっていう、まあ、謎もあるわけです。あの、自然にこうなってますから、ずっとな,な、な、なだらかなって、この岩山が残ったっていうんだったら、こういった、こういったその衝撃痕って言いますかね、 あの、いわゆる爆,爆弾が爆破した時にできるような衝撃音はできないはずなんですけどね。ちょっと色を変えてみますとよくわかりますね。あの、一見平らに見えるあの、オーストラリア大陸なんですけども、こうしてあの、グーグルの写真を見て、そしてその、コントラストを上げてみますと、この衝撃音らしきものがこう浮かび上がってくるわけです。すなわち、まあ、その急激ではないですね。隕石のようにストーンと早く押したわけじゃないんだけども、やっぱりこう、ゆっくりというか、まあ、そのゆっくりという、その、あの、 レベルがどの程度問題なのか分かりませんけれども、ゆっくりこうなっていますか。あの、大地の上にズドスーンとして周りが、に衝撃痕ができたという感じがしますね。まあ、皆さんの判断いかがでしょうかあの、これはあの、片津獣タの方ですけど、やっぱり同じように衝撃痕らしいものは周りにぐるっとできてますね。で、片津獣太はね、あの、私先ほど言いましたように、アイスクリームが溶けたような山が、山々が連なっているんですね。 私はあの古代のエイリアンたちがここを核実験上に使ったんじゃないかと思うんです。というふうに考えてますかね。で、まあ、その周りにこの先ほどの衝撃項とはちょっと違って放射線上にあ衝撃項が残っています。ただ、あの、現在私たちは人間使うような核兵器じゃなくて、あの、いわゆる熱爆弾のような、あようなものではなかったかなと思うんです。いわゆるその、 破壊するというよりも、なんて言いますかね、超高温で、じわーっと焼くような爆弾ではなかったかなと思うんですよね。ですから、あの、山々がただれたように、まあ本当にアイスクリームが溶けた感のようになってますね。非常に不思議な、あの、山です。で、こういったように谷、谷というか、あの、放射線の線上もできて、まああの、説明ではですよ、ウルルの、あ,のある地域は、ってウルルとは書いてないところがミソなんですね。ウルルのある地域は、8000メートル級に300があったと考えられていると。 すごい山ですね。ウルルがそうだってわけじゃないんですよ。ウルルのあった地域って、これがうまく逃げてるんですよね。まあそんなこと言っちゃ疑っちゃいけませんけれどもね。あもうちょっと疑い深くなってきましたかね。それでまあこういう山が今残ったってわけです。まあその地域はそうでしょうね。で、7000年前にほ,ほぼ現在の形となったって。まああの、いろんな説明がなされてますけど、まあ大方このような 説明じゃないでしょうかで、全体に出てるのは5%だと。で、これがあの、その説明なんですけども、そうするとおかしいな、こう、とにですね、同じ、じゃあ、岩の質でなくちゃいけないのに、あの、左のその形状だと右のウルルがですね、山の形って言いますか、質が違いますね。あの、ウルルの方は、こう、線状になってますね。で、もう一つこのこ、もう一回ちょっと見ていただきたいんですけど、これはあの、ウルルですね。あの、 ウルウルっと言いますか、エアズロックに登った方、がいらっしゃる方わかると思いますけども、この筋、なんていうんですかね、筋筋の岩が出てきているんですね。一方、カタツジュータの方は溶けてしまってますからね。溶けたように、ただれたようになってますね。だらーっと。あの、それはやっぱり不思議ですね。 で、そのコナーと、コナーはまた、これよりもはるかにでかいって言いますか、一枚の、一この岩で一枚の、一枚っ言った方がいいですね。平らな岩でできた山なんですけども、真一直線に並んでいる。と、そしてその山がですね、真一直線に森跡を指しているということなんです。まあこれ偶然というか、偶然でないというか、 意図的なに配置されたものなのかどうなのかということは判断にお任せしますが、あの、まあ、これはウルルがですね、どこかを示す矢印したとなれば、私は、あの、モリア島ではなくて、クロスポイントサウス、パシフィックオーシャンだと思います。非常に重要なポイントですからね。いわゆる南太平洋クロスポイントということになるわけです。で、このウルルの周りをもう一度見ていただきたいんですけども、 先ほど言いましたように、あの、バカスでできたかと思われるような衝撃音がざっとこう残って、ちょうどそのウルルを取り囲んでるんですね。ですから、まあ、私は当初これ衝撃,衝撃音だっていうふうに結論を出しましたけども、わかりませんよね。それは自然現象っていうのはどんな、まあなって言いますか。私たちの想像でするような、また別のファクターが働いてて、まあちょっとこれ、温度、あの、色温度を書いてみますと、 こう飛び散った跡がありますね。マウント、これはマウントコーナーですけど、こう、中心のマウントコーナーの部分がですね、まあちょっと離れたところへこう飛び散って、ああ、できたっていう感じがしますね。ですから、まあ、これが自然できたものなのか、自然というかだね、徐々にこう、浮き出てできたものなのか、それともなんかドソンと置かれてできたものなのかということは、まあちょっと判断が難しいんじゃないでしょうか左は片手じうた、ウルウル、そしてマウントコーナーと繋げ、つながりますけども、 先ほど言いましたね、この距離の比。あの、ただ、片付柔道が広いもんですからね。で、まあ、真んところは、あの、中心点が取りやすいんです。片付柔道が非常に、あの、点が取りにくいもんですから、ちょうど真ん中で取ると結構大きな山ですから、それでこうしたエラーが出ますけども、あの、この距離の比がですね、先ほど言いましたように、1対3になっているんだと。それで、まあ、あの、これが、あの、ウルルですね。で、こう、黄色い線が、 あのー、これはあの、キルセンはもともとはあの、大使の森跡から引いてきたわけですよ。そしてそれが、カタツジュータンに行っているということなんですね。それでまあ、ここで再びこうなってますがこの、説明してるわけですけども、ある日ね、大きな岩が降りてきたと。そして、ドスンと降りて、あのー、こうなったと私は考えるわけです。まあ、アボリジニはそういうふうに、 の伝説ではそうなってますね。それから、あの、さっきの知識数学的な、えー、こう、いわゆる交渉によれば、北学のうっと繋がってるんだと。まあ、掘ってみればわかるような簡単な話だと思うんですけどもね。そしてこうなってるんだっていうことを説明していますね。うん。まあ、それは、あの、わかりません。私には。これは、あのい、いろんな方法で調べて、こういう結果が出たのでしょうけどね。まあ、 なんとも言いませんね。あのー、私がこう直接調べたわけではありませんので。で、コナー山がまた不思議なんですね。コナーっていうのは今言ったように、カタツジュータウルルと新直線に並んで、えー、大使の森跡へ向かっているんですけども、まあ、これを、なってますか、偶然の一致と言うべきなのか、ちょうどそこな辺て3つ大きな山があるんですけどね。 その一つがはコナーザンとになるわけです。ですが、カタズジューターの,あの山からですね、コナーの方を見て写真撮りますと、あの、ちょうどその、あんな、新直線上に、あの、ウルルが映るんですよ。これがあの、コナーザンです。コナーザンですね。で、これが全体として一枚でできている岩なんですけども、ウルルよりも私は不思議だと思いますし、大きいしね、 それと、その、なんて言いますか、壮大感というのでもありますね。壮大感と言いますか。あの、で、上が松平なんですよ。松平とってことは、まあ、地方面に対して、すいすい平行になってるってことですね。で、この、周、ま、り、あ、は断崖絶壁になってるんですけども、ところどころにこういう、まあ、穴が開いてるわけです。でまあ、これは、あの、自然できたものなのか、あるいは、まあ、人間が掘る、 でも大変ですからね。掘れるわけがないんで、まあ、自然できたものかどうかという、その辺で綱引きが始まるわけですね。で、まあ、これは自然できたものだとするんですけども、ここなんですね。この円の模様が入ってるんですよ。この円形の模様はなぜ入ったかということが説明つかないんですよね。わかりますかあの、まあ、た、縦線がざーっと走って、その間にこの穴が侵食されているはなんかしませんけど、穴が開いたっていうのはこれはわかるんですけども、 この円形が、円ができていると、二重の円が分かりますか皆さん。これがあのコナーザンの謎なんですね。で、これはあの、人工的な、まあ人工的にできたものか、それとも自然できたものかって言えば、まあもちろんほとんどの人は自然できたものだというふうに言うでしょうね。で、こうした円形のその、ちょっと理解に苦しむようなあ、まあこれ爆発痕、衝撃痕ができているということですよね。あの、オーストラリア人の方っていうのはですね、あの、 ウルル、わエアズロックはエイリアンがあそこに置いたんだって言うと、どういうわけだかみんな怒りますね。<laughs> これはもう仕方ないんですよ、ね。私の友達でも怒りますからね。広 <laughs> ロそんなこと言うな。と <laughs> かね、ボーシットとか、まあ、いろいろ言われて、広ロシそれみんなの前で言うのやめろって言ってすぐ口止めされちゃいますよ。 どうしてなんでしょうね、あれ。あのー、はい。これまあ、あのー、28.43キロで。まあ、これあの、測るために数字が、違うのはさっき言いましたように、あのー、う、片付絨毯がね、広いもんですから、どこに点を取るかによっても、値が変わってくるわけです。まあ、逆に言いますと、あのー、片付絨毯の取り方をね、合わせて取れば、正確に1対3になるんですけどもね。1対,1対3。0.000っていうのはなるんですけどもね。まあ、あのー、1対3だということなんです。 ま、これ偶然というか偶然でないというかということですね。こうしていろんなこの状況証拠を集めていきますと、あの、まあ、いわゆるその、なんて言いますか、ああ、いわゆるその偶然という言葉では片付けられない、えー、何かに、あの、ぶつかっていくわけですね。それは何でもそうだし、はじめね、あの、かもしれないと思う。しかし、そう思う。それがだん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 確信に変わってくると、そうだと、あの、思う。 そうだ。さらには、そうだと確信するというようなレベルで、どん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 話が、あの、まあ、いわゆる固まってくると言いますけど、これどうしようもないんですよね。あの、証,証拠、証拠というか、直接的な証拠というのはこの場合は出てきませんので、やはりこの、周りの状況証拠から積み重ねていって、あの、強くそう思うと、まあ、レベルの問題がありますがね。で、それには今まで調べて、調べてきた、その、 経緯と言てますかね。積み重ねがありますから、そういう流れの中で、えー、確信するというふうに話を持っていくわっていくというか、あの、話になってくるわけです。こうして今、あの、線を引いてみて、調べているところなんですけども、この線がどこ行くかってことなんですね。今の三つの山をつないで、本当はあの逆に引いたんですけどもね。あの、引いて、引いて、そしてその、点を、先に線を見つけました。そしてこの、 大地へと、モーリア島へとやっていきます。あの、そして大地のモーリア島来るんですけど、このモーリア島っていうのは、あの、方向指示島です。これはあの、今これから証明いたしますが、それぞれの拠点からの線がですね、ちょうどこの三角形の一辺を作り、あるいは頂点からの水線を作るわけです。まあ、普通、そしてその中心部に非常にこう、奇妙な形の山があるということなんですね。 これも本当によくできたあの島でしてね、まあ出来すぎというか、夜なぐもそうですけども、これは大使のモリア島から、まあ大使でもいいんですけども、モリア島から、え、オジアカンギザのピラミッド、あのギハワイ、ハワイへ向かいますと、ややハワイでエラーが出ます。まあどちらにしよう、正確にハワイのあの、マウイ島へあの線引きますと、やや、あの、ギザではやや,ややられています。 まあ、しかし、間の角度は60,60,60 60 60となるわけですね。で、左行くと、モヘンジョダロ。で、右行くと、イーサトからナスカへ、えっと、この線はナスカへは行きません。ね、ごめんなさい。で、左の方行きますと、ナマドル、ガム、モヘンジョダロって行きます。イーサトへ行きますよ。で、イーサトからまっすぐ北へ行きますと、テオテアカへ行くわけです。 そしてさらに行きますと、もう返事を取れていくんですけども、ちょっとエラーが出ます。一度ぐらいでエラーが出たのかな。要するに、まあこれ60,60,60 60 60ってまあ数字が並ぶわけです。59,61,60ですね。で、左、左下行きますと、下げてましたように、うるるいくんですけど、44.68ですね。これ点と点で取れますから、皆さん、あの、確認なさってくださる方は、どうぞ確認なさってください。これがモリア島の山に、中心部にある山なんですね。いかにもという山なんですね。これがまた。 まあ、なんて言いますか、ロマンを誘う、誘うてるのかね。楽しいですね。まあ、空想を膨らませて、何いますかね。いわゆるその、ホビットのね、あの、冒険物語がそのまま出てくるような山なんですよ。まあ、そういうことがあるから楽しいんですよね。で、コナーさんはね、また上が平らなもんですから、また大きいでしょ。ですから、私はこれはまあ、あ 以前はですね、UFO の発着台だなんてね、結論付けましたけども。まあ、しかし、実際のところから UFO の発着台であったという証拠は何もないんですけども。しかし、ここへ、あの、UFO が来て、そして近くは、あの、この、あの、エアゾークって言いますか、あの、ウルル周辺はあ、あの、あの、いわゆるその、こう、鉱脈がたくさんありましてね、非常にそういう意味では豊かな土地なんですよ。あの、ですから、この辺りから、あの、なんて言いますか。 好物資源を持って帰って、そのための着陸台であったと聞いても、私は驚きませんね。またそう、そういうことで以前は発着台であるというふうに判断いたしましたけれども、まあ、直接の証拠はそれについては、直接の証拠があるわけでありません。 まあ、あの、遠い昔ですね。あの、いわゆる拳芸の巨大な、まあ、UFO が一つこい降りてきて、そしてその拳芸を積んで、そして、まあ、宇宙の課題というともに帰っていったってことですね。まあ、それはロマンです。で、これはあの、モリア島ですけど、左上が、左上が、あの、モリア島、大使です。ごめん、大使島で、左上がモリア島です。で、まあ、しつこい話になりますけども、これがあの、まあ、この、 大使ともおかしな島ですよね。これ、あの、実にそれらしいって言いますか、若くするよ島なんですけども、私はやっぱ森屋島の方が非常に、それ以上に若くする島であるという意味で、あの、森屋島を、まあ、大使に関しては取っています。で、これがまあ、大使の島のあるとこですよ、ということで、皆さんに今、お見せしているところですけども。で、その、今、 この辺がですね、どこを示すかってこと、どこを行くかってことを示しているわけですけども、えー、今文字が出てくると思います。まあ古いビデオですから、ちょっとあのー、今こうして音声を入れ直してます。まあ大使町もまた不思議な島でしてね、あのー、それほど人口があったわけでもないんですけども、あの、大きな遺跡が残ってるんですね。で、これはモリア島です。 まあ、いかにもという山が、ちょうどこの山がですね、中心点にあるんですね。中心点というか、あのー、まあ、後でお見せしますけども、あの、少して左右対称になっているってことなんですね。それで、このモリア島がで、ね、右の方から、あのたあ、イースター島、モリア島、それからナマドールガム、そして、あのー、 もう変状であると行くんですけど、その途中に、あの、ルンビニがあるんですね。50キロほど選べますけども、ルンビニの上を通っていきます。で、これはナマドールの、まあ、人工島ですね。で、大地。それから、ガム島は、ね、あの、洞窟があるんですよね。意外と知られてませんけども。これはイースター島です。イースター島は、あのピ、ギザのピラミッドを45度の方向から見た形と一致するんですね。 で、ナンマドールは、あの、先、先輩言いましたように、日本の、屋久島と、形が同じですね。同じと言って断言しているほど、よく似てますね。そして、この、大地から、あの、60度で上がってきますと、ここにハワイのマウイ島があって、そして、さらに行きますと、ギザのピラミッドと行るんですけど、ちょっとエラーが出ます。あの、で、右の方は120.1。 121ですかごめんなさい。121ですね。そして、60度で行きますと、ティオティワカン行くと。そうしますと、この、大使のモリア島からはですね、ティオティワカン、それからギザ、あの、モヘンジョダラという三大拠点、これで、ここ一箇所で、あの、行ける行くことができるということになるわけですね。ですから、非常に意味のあるあ、場所だということは、これで理解していただけると思います。そして、この間が、距離が同じだということを示している、まあ、距離はね、あの、エイリアの場合は、 私もいろいろ調べたんですけども、関係ないですね。まあ、あの、いわゆるその、距離の、距離はあまり問題しなくてもいい乗り物に乗ってるっていうことなんです。それだけ超高速で、高速っていうことは私たちが想像もつかないような高速で行き来してますから、あの、方向、方向だけを大事にしていくっていうことですよね。ま、そしてそういうふうに捉えてますけど、それもま、私の今のところまた仮説です。 で、マウイ島にもいろいろとこう、妙なものがあるんですね。で、マウイ島の一辺がですね、正確に大使島を示していると、ですよ。まあ、それはま、どっかであの、紹介しましたが。で、もう一回大使に戻ってみますけども。大使です。その左が、まあ、モリア島です。そしてこう、点を取りますね。 この正三角形。綺麗な正三角形です。で、この線はテオテオ間から引いてきた線です。左、右上からね。で、真っ直ぐに来たのがハワイから来た線です。ちょうど中心で交わってきますね。で、これがイースター島から来た線です。もちろん反対側へ行けば生ドルガーメて行きます。で、生ドルガムメ行くわけですね。ちょうどこの頂点から水線で行くわけです。まあ、これ偶然かって言うんですけどね。これはフィージー島行きます。横線はフィージー島行きます。 ま、これはね、あの、フィジー島そのものが、あの、拠点ってこというわけじゃありませんので、まあ、この部分は、ま、そうかなっていう程度に聞いていただければ結構ですけども、要するに、このモリア島っていうのは、それぞれの方向を示しているってこと、特にあの、重要なのはギザピラマー、てかもヘンだろう、それからティオティワカンですね。で、ナンバドル行って、えぇ、ー、ティオティワカンも行くと。てかハワイも、ハワイ、マウイ島を通ってギザーへも行くと。その、ですから、まあ、ま、あ あの、まあこの、この、このビデオを作ったときはね、なぜその古代のですね、南太平洋の人たちがですね、えー、自由にこの太平洋を航行できたかっていうのは、まあ、私の考えでは、もちろん人間だけの力ではなくて、まあ、小さなボートで行くわけですからね、もっと何か別の力、力って言います助けを借りて行き来していたというふうに私は考えています。まあ、それはあの、直接の証拠はありませんけども、まあ、ね、あの、あの、いわゆるその島に残っている物的な証拠を積み重ねて、 っていくってことですけども、その物的な証拠がまあどんどん集まってきてますしね、はい、情報として取り出すことも今可能なんですよね。まあこういった線を見ますと、古代のその南太平洋の住人たちがなぜ自由にまあこの広いね海の上を航行できたかというまあ理由というか。 の、が、なんとなくわかるってことですよね。もちろんそうでない人たちもいたでしょうかね。自,自,自力で、え、ね、ボートを漕いでいったとして人も、それは中にはいたでしょう。まあ、田舎にとっほとんどがそうだったかもしれませんがね。で、ここは、あのー、サウスクロスパシックです。あの、これは、あのー、あの、あそこと、あのー、 アンコールワットとテウトワーカンつないだ線と、それからあの、日本の大線量と、ニュージーランドのルアペフーツないだ線の交点に求めてください。そしてそれから120度上がってきますと、ブライス・インタグリオス、それからカフキア・マウンズ、それからサーペント・マウンズ、そしてその先でワシントン DC へとつながっていきます。これはまた別のところで、あの、話しましたので、まあ、ここは簡単にそういう、そういうふうに理解しておいてください。まあ、あの、サウスクロス、クロスポイントサウスパセフィコーシャンはあの、 南太平洋を殺すポイントは重要ですね。で、まあ、それさらに伸ばしていくと周りい、マリトイ、マリマリリゃマリマリマリ行くわけですね。まあ、これまたあの、何度も調べたことあるんですけど、非常に不思議な、あの、文明を持った、あの、地域です。で、プレビ。それから、イースター、右に行きますと、イースターとナスカと行くわけですけどもね。いわゆる基軸ラインです。 で、その、あの、生ドルと、あのイ、イストポールの角度は45.0です。で、まっすぐ上行きますと、ーータミウマセフですね。太陽系の中でも最大級の火山へと行くんですよ。日本の薬師も、あの、真、ま、東に、そのタミウマセフがあるんですよ。まあ、非常に絶妙な位置ですね。で、まあ、 ということで、なぜ古代の人たちは、まあ、高校できたかって、こうしたものを見るとね、あの、明らかにこうなってます。明らかにということは、まあ、経験に使えたかありませんけれども、何かしら、こう、人間の力をはるかに超えた、まあ、知的生命体の存在をか、私は感じます。いかがでしょうかそのいわ、いわゆるこの四三角形の辺がですね、えー、どこを向いてるかということを、この今、下の表で書いています。で、ただ、あの、 じゃあ他の線はどうなんだっておっしゃるかもしれませんけども、よく誤解されますけど、人間にとって重要な拠点と、そうでない、人間にとっては何でもなくても、エイリアにとっては非常に重要な拠点とありますからね。そういったそのものは別にまた判断する必要があるんじゃないかと思います。ということで、まあ、お急ぎで、あの、ウルルの謎について話していました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。バイ。